いつも誰かに問いかけられてたような気がしてた。あなたがここにいるその全てを教えておくれよ。ノーゾーネはいないけれど、生まれてきたからには何かを拾って何かを捨てて生きてくんだよ。こりゃまた何かいないもんだと思うから、試しに生きればわかる。ところでそこにいるのはどちらさんなんですか。悲しい時、辛い時、悩んだ時現れるの。どうして僕のために優しくしてくれるの。君が止まって一番の被害者は僕なんだよ。今言える言葉はこれともう一つだけ。僕は君の味方だよ。ご存知の通り、一人じゃ生きるだけはシャイだら。僕は僕の他の君と一緒にいる。大切な人が僕にできました。その子は苦しい時に僕のそばにいてくれるんだ。それなら君の僕は必要ないんだね。いやいや、そのこと喧嘩した時に言っておいでよ。こんな時だけ君を呼び出してごめんね。構わない、僕は君だから。ご存知の通り、一人じゃ生きるだけはシャイだら。僕は僕の中の君と一緒にいたんだよ。今ではどうしようもない時、誰かがそばにいて、君は永遠の暗い眠りについてしまっていたんだ。いつも誰かに問いかけられてたような気がしてた。あなたがここにいるその全てを教えておくれよ。ノーゾーネはいないけれど、生きてることにしたから、何かを拾って何かを捨てて生きてくんだよ。